このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要。1、集水タンクから貯水タンクに移送する動画です。9月下旬の秋雨で300リットルの集水タンクが満タンになりました。緊急時に備えて1000リットルの貯水タンクをできるだけ満タンにするために集水タンクから貯水タンクへ移送します。これからの季節はあまり水を必要としませんが、備えを常にで貯水しておきます。今日の構成は下記の内容になります。2週は集水タンクと貯水タンクの貯水量、3週は移送準備、4週は集水タンクから貯水タンクへの移送。第1章、今日の畑。9月下旬になって一瞬で夏から秋になりました。第2章、集水タンクと貯水タンクの貯水量。今年設置した300リットルの集水タンクです。簡易液面計で水位を確認できるようにしています。集水はパイプ走行を保護するブルーシートを活用しています。時間あたり1ミリメートルの雨で5リットルの水を集水できます。ご視聴さんからいただいた1000リットルの貯水タンクです。透明ホースと赤い浮きで液面計にしました。今日は550リットルを貯水しています。第3章、移送準備をする。集水タンクから貯水タンクへの移送はエンジンポンプを使います。集水タンクと貯水タンクの間はホースとバルブで接続して、両タンクの平行運用と独立運用ができるようにしています。集水タンクの排出口をエンジンポンプに接続します。エンジンポンプの突出口に貯水タンクへ注水するホースを接続します。集水タンクの排出口のバルブを開けると水圧で予備水が上がってきます。ポンプの羽車、インペラーの部分が水で満たされていないと水を送ることができません。エンジン始動は農機具エンジンと同じです。手順は1、エンジンスイッチをオン、2、チョークを引く、3、プライミングボタンを10回押して燃料を吸い上げ、4、リコイルスターターを引いてエンジンをかけます。第4章、集水タンクから貯水タンクへ移送する。
300リットルを移送して850リットルになりました。第5章、コーヒーブレイク。雨は降ってほしい時には降らず、降ってほしくない時に降ります。これからは水やりをすることは少なくなりますが、できるだけ薄いタンクは満タンにしておきます。今年、薄いタンクを設置して助かりました。昨年に続き今年の夏は猛暑日や真夏日が続いて、里芋に少量ですが水やりすることができ、昨年より大きな里芋を収穫できそうです。300リットルタンク1基では水を使い切ってしまう運用になり、次の水やりの貯水量を確保できない課題があります。300リットルタンクと1000リットルタンクを並行運用することで、雨が降らなくても水やりができるようになりました。1000リットルの薄いタンクとパレットをご提供していただいたご視聴さんに厚くご礼を申し上げます。できる範囲で少しでも作業を楽にしていきたいですね。それでは皆様どうかご自愛くださいませ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それではごきげんよう。